とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、ゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、このクエストをやってます。で、ここがね、途中でさ、ガーディアン出てくるでしょ。ガーディアン。で、ガーディアンを、戦わずに、進んでいって、他のガーディアンを目覚めさせてから倒すっていうのが、まあ、イベントですよね。ここのね。ここのイベントなんだけども、そのね、ガーディアンを、もう、そのまま倒しちゃおうと。そのまんま。倒せるんですよ。で、それをね、どれだけ短い時間でいけるか、それをやってみたいと思います。結構ね、硬いのよ。めちゃくちゃ硬い。それがどれぐらいの時間で倒せるのか、ちょっとまだね、タイムアタックはやってないんだけども、どれぐらいできるだろう、どんぐらいだろうね。まあまあ、杖を使いつついきます。うん、杖なしでも全然倒せたけども、多分杖があると早いのよ、倒すのが。なので杖ありでどれぐらいのスピードでいけるか見てみたいよね。うん。自分でもちょっと知りたいもん。どれぐらいの速さで倒せるのかっていうのね。はい、出てきやがった。あ、たたたた、こういうところで時間を食ったらダメだぞ。こういうところは、基本は、あまり時間をかけずに行きたい。うん。ここも時間に入るからね。ここも時間に入るから、まあ、基本的には、ほぼ、ノーダメで行きたいところ。で、ここで出てくるね。はい、出てきやがったな。あ、いた、いた。いきなり食らってる。よし。基本的にジャスト回避がね、一番ダメージがね、入るっぽいのよ。ジャスト回避が。よし。通常のラッシュも、あー、ミスった、危ね。結構、ダメージは入るので、よっしゃ、どう、いい感じ。ちょっと逃げるね。あ、そうか、追っかけるのか。ちょっと場所移動してるみたいなので、そこまでなんとか行こう。はい、この爆弾投げてる間は無敵なんで大丈夫ですね。待て待て、あっぶね。よっしゃ、 OK、 これでダメージを稼ぐ。弓まで行く。よし、フルで入った。よし、でここでジャスト回避も狙う。あー足の攻撃だった。えいっけ、これあんま減らないな。うん、思ったほど減らせないね。よし、どうだ、よっしゃー、足の攻撃もしっかりとラッシュをね、狙っていきましょう。よし、ここもラッシュでしっかりと取っていく。いいよ。あー、どこ行く、ちょっと待って待ちなさい。こうも早く向こうに行くとはなかなか珍しいタイプだね。あー、ちょっといかん。あ、ミスった。はい、しゃ、オッケー。見えない。え、上に飛び上がった時に3回切って弓を打ってます。これが結構削れるのよ。うん、よっしゃ。で、ここで1回、もう1回氷どけ。いや、むしろ、これ凍った時にさ、炎を当てると、高ダメージとかなる？もしかして。わかん。いや。はい。あー、ちょっと早いんだよね。いっけ。おい。ま、とりあえずこの爆弾で、全部削れるでしょう。
削れないんかい。削れませんでした。よし、どうだ。いや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 、削りきれないんかい。ちょっと最後まではいけなかったけど、このまま削り続けます。よし、どんぐらい経った。多分戦闘から3分ぐらい経ってると思うんだよね。よっしゃ、ラッシュそんな減らせないね。ああ、どこ行く。もっと早かった。足のタイミングがちょっと俺早いな。よし、通りで炎を行くとどうなる。変わらんか。うん、変わりはしないっぽいですね。はい、弓終わりかな。はい、し、さあどんぐらいでいったでしょうか。5分40秒、遅いかな、わかんない。まあまあ、次杖なしでいってみましょうか。杖なしでいった場合どれぐらいか、杖なしどれぐらいの速さでいけるか。はい、行こうか。あ、おっとっとっと、思いっきり なんか食らったぞ。なんか破片に当たったか。よし、基本的には、あれ、ラッシュをしっかり狙って、あ、ラッシュもしかしてこう失敗した後も、あ、いけるね、減らせる、削れる削れる。いや、むしろ失敗した方が削れる、結構削れるよ。あ、いいねいいね。まあまあまあ、失敗したとしても大丈夫ね。まあ極力失敗せずにいこう。でビームが来た時がさ、ちょっとやりにくいんだよな。うん、あ、やっぱり、よし、オッケー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 。なぜだ。うまくいかない時と行く時なんか差があるな。まあまだ完全に慣れてないってことだね。ああ、なんか見えなくなった。これ、ね、見えないとこの足のね、なぎ払いが分かりにくいんよ。ああ、なんかね、足を曲げたかなっていうのは分かるんだけど、このちっちゃくなるとちょっとダメだな。マジで分かりづらい。いけ。で、そしてそっから、あ、危ねえ。おう、ミスったな。爆弾の方が良かった気がするけど、逃げんな逃げんな。あー、なんで、よくねえな、よくないよくない。もうちょっとダメージを当てていかなきゃ。おーと、高速じゃ倒せないよ。あ、投げ払いの時は下にいるのが鉄則。あれでもこの間は削れる。しっかりと上空からの攻撃も全部決めていく。あ、削れる。全然見えない。ちょっと待って、見えない。でも見えなくてもいける。ちょっと待てい待てい。ああ、やぶねやぶね。もうちょいな、攻撃して攻撃して。オッケーオッケー、いいよいいよ。しっかりラッシュを入れる。あ、ラッシュ成功しなくてもしてもそんなに削れるのは変わらないかもしれないね。うん、いや、むしろラッシュ成功しない方が削れるもしや。待て待て待て、そっちに行くとダメだよ。よし、いけ。わー、重くそくなった。いっ、あー、これが始まるか。まあ仕方ない。え、倒した。
5分16秒か。まあ、最後はね、ちょっとイベントに助けられた感じがしたけども、あのイベントなくても多分プラス20秒ぐらいで倒したと思う。うん、そんぐらいじゃないかな。で、これね、杖使っても使わなくても、だいたい5分半ぐらいで倒せるみたい。まあ4分台で倒せる人もいるんじゃないかな。うん。で、倒すと、イベント無視して倒すと、武器がそんなに入手できないのよ。武器が3、4本かな、入手できて。なので武器を集めたい人はイベント無視せずに普通にクリアした方がいい。ただ、素材を集めたい時はイベント無視してやった方が断然早く入手できるね。ここイベント全部やっていくと10分ぐらいかかるので、まあ半分ぐらいの手間で素材もいっぱい入るので、まあおすすめかな。はい。ということで、またね、出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。そいや。